はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこちらということでですね。はい、我らが総理大臣、岸田君でございますね。はい、岸田君ですね、勇敢にもですね、何にも戦争の準備、何にも戦いの準備していないくせに、ロシアに喧嘩を売りました。いや、いいよ、いいよ。今はですね、西側諸国に足並みを揃えてですね、ロシアに喧嘩を売る。これはね、もう私としてもですね、ええぞ、岸田と言いたいところなんだけれども、お前、戦いの準備何もしてねえじゃん。防衛費 2% 達成できそうですか？憲法9条廃棄できそうですか？核共有できそうですか？お前、何にもそっち側の話をですね、進めないでですね、ただただロシアに喧嘩を売ると。これによって犠牲になるのは自衛隊の方々だからね、北海道の方々ですからね。まあ、分かってんのかということですね、ちょっと言いたくてですね、私この動画を作ることに決めました。なんかね、今日朝からいろいろね、動画を見たりとかですね、ニュースを見たりとかしているとですね、昨日の報道なんですよ、これね、日本政府がですね、歴史上初ですよ、ね、ロシアの外交官をですね、このね、ウクライナのですね、ブチャでのですね、ジェノサイドを受けてですね、ロシアは出ていけということでですね、ロシアの外交官ら8人を追放したわけでございますよね。これ自体はですね、僕もね、素晴らしいと思いますよ。ええぞ、ええぞと思うよ。ただね、これはね、ロシアに喧嘩を売る行為なんですね。うん。ロシアがですね、次侵略をするとしたらですね、ポーランドね、西はポーランド、東は日本と言われてます。どっちかなんですよ。ロシアが次占領、ね、侵攻してくるとしたらですね、多分ね、ポーランドか日本かどっちかなんですよ。そんな状況に置かれているわけ、状況でですね、ロシアの外交官をね、追放するというのはですね、完全に、ロシアに喧嘩を売るわけでございます。で、これは西側諸国にも足並みを揃えることになるから、これもやらざるを得ない、素晴らしい行為だと思いますよ。でもですね、じゃあ日本はですね、その、戦いの準備できてるのかと。できてねえんだよ。全然できてないんだよ。いやね、ほら、自衛隊は盛況でございますよ。強いんだよ。だからですね、もう命を落としてですね、多分ね、ロシア軍を撃退してくれるでしょう。でもですね、北海道を守っているですね、このね、北海道の自衛隊の方々の作戦のね、デフォルトの作戦の中にはですね、自分たちの命を捨てる、これを大前提とした作戦が組まれてるんですよ。俺、前別の動画で言ったでしょ？ね？わかります？お金がないから、弾薬もないから、予算がなくてですね、まともな装備がないと。この状況でですね、でも日本政府はですね、北海道の方々を自衛隊閣議を北海道の方々をですね、ロシア軍から守ってくれって指令を出してくるわけですよ。したらですね、もう何としてもですね、それを達成しなきゃいけない自衛隊。もうね、あ、これもうこの状況でこの目標を達成するとなったらですね、もう俺たちの命捨てるしかないわってこう笑ってですね、自分たちの命を捨てる作戦をですね、立ててるんだよ、公式で。こんな状況で、簡単にロシアに喧嘩売るんじゃねえと俺は正直思っちゃったんだけどね。いや、でもね、まあ、喧嘩売るざるを得ない状況であることはわかるよ、わかるんだけども、それでもそうも思ってしまうわけだよ、この防衛の状況を見ていると。だからですね、なんかインフルエンサーの方とかですね、保守系のインフルエンサーの方々がですね、映像岸田とか言ってるのを見てですね、いや、ちょっと待ってよ、待ってよ、まあ、それは売らなきゃいけない状況なんだけど、お前実際にですね、まあ、最前線で戦う自衛隊のことを考えるととか、思っちゃってね、この動画を作ることにしたんですよ。いや、でね、これね、その岸田とか言ってるけれども、このロシア外交官8人追放で大した話じゃねえんだよ。これ見て、これね、確かにですね、イギリスとかアメリカとかですね、主要国はですね、まだロシア外交官の追放をやってないんだけれども、でもその他のね、西側各国はですね、はい、もうすでに443人追放してるんですよ。わかります？世界中でですね、ロシアの外交官を追放するぞという国がですね、443人あるんですよ。このうちの8人が日本というだけだから、そんなに岸田君評価する必要ありますか？そもそもでね、2日前にですね、めっちゃアホなことを言い出したの皆さん忘れてませんか？はい、韓国に向かってですね、なんと岸田総理の側からですね、日韓関係改善しようよ、ね、日本と韓国はもっと仲良くなった方がいいと思うんだ、だからその仲良くするためのチームを設立しようというですね、なんともアホかという声掛けをですね、韓国の側に仕上がったんですよ。岸田君からこれ声かけたんだよ。で、韓国はですね、日本に対してですね、また上から目線でですね、韓国はいつでも、日本との対話を受け入れる必要があるとか、お前らと対話なんかするかボケーっていうですね、このね、安倍総理の時代からね、培ってきたですね、韓国をスルーとするこの姿勢、韓国するのこのね、方針をですね、この岸田君がですね、大きく曲げやがったんですよ。もうほんとバカ。もうほんとバカだと思ってね、こういうことをやっちゃうのが岸田君ですからね。ね、だからみんな忘れちゃダメよ、本当に。岸田君今ですね、多分ね、西側がですね、最近の日本はですね、ロシアに対して厳しいことを言っていて、素晴らしい、制裁もやってくれたし、素晴らしい、パチパチパチってね、西側諸国にね、おだて上げられてですね、あ、ええぞ、この方向で言ったら、僕の人気はまだまだ高まりそうだね、ございますわな、おふん、みたいな感じで調子に乗った岸田君がですね、じゃあ外交官もついでに、強って言っただけの話だから、待てと、お前防衛費売却できてるかね、憲法9条廃棄できそうかできそうじゃないよね、うん、核共有にも話するの嫌つ、お前、嫌ってお前自身が言ってたよな、と。この状況でロシアに喧嘩を売るね、自衛隊に死ねっていう話かということでですね、ちょっとね、こっから先ね、ただ、まあ、ロシアに喧嘩を売らなきゃならない状況はわかるから、こっから先僕たち保守はですね、岸田君を褒め称えるんではなくて、防衛費 2% に仕上がれ、そこまでできたら褒めてやるという姿勢でですね、岸田君のケツを叩きまくらなきゃいけないんです。そういうタイミングなの。もう
ってく、それを分かってほしいと思って今日一生懸命動画作ってんの。今日安倍さんがですね、この安倍さんはよう分かってらっしゃいますわ、やっぱりね。安倍さんはよう分かっているからですね、もうロシアに喧嘩を売りました。この状況でございます。であるならば、防衛費をですね、GDP 比 2% に拡大する必要があるじゃないかと。ね。これ ロシアだけじゃなくて中国もいるわけでございますから、どう考えても 2% で足りるかどうかも分からん状況だよということですね、言ってくれたんですよ。これね、そうなったらね、だね、予算状況をみんな見てみようか。これね、ここにある、前も言ったから知ってる人多いと思うんだけれども、日本のですね、現在の、防衛費っていうのは世界の中で第9位でございますね。韓国と大体同じくらいなんですよね。うん。でね、これね、倍額にしたらですね、これね、世界第3位のですね、軍事大国になります。いや、それでいいと思いますよ。今の第3位っていうのはインドなんですよね。インドといえば中国とバチ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 コリバチコリやってる国でしょ。それは防衛費だ、ね、出さないとですね、あの中国と対抗するわけでございますから、それはやってらんないよね。だからですね、今ね、インドの防衛費っていうのは世界第3位になってるわけです。で、これ日本はね、2% になるっていうとですね、これを抜くんですよ。ね。今、だいたいね、10兆円から11兆円くらいになるんですよ。で、11兆円になったらですね、インドを抜いて、で、世界第3位。で、2位の中国は26兆円。そして、ね、第1位のアメリカはね、80兆円近いというですね、すごいな、すごいな。羨ましいよね、ちょっとね。うん、ちなみにね、中国はですね、来年ね、26兆円から40兆円にするっていう話が出てきてますからね。これ本当ですよ。だから日本が10兆円に増やしたところで足りないかもしれないんだけども、まあ、最低限今の倍くらいはないとですね、弾薬が足りないとかアホみたいな話が出てきてるわけですから、まずはこれをやれ。で、これをやってですね、褒めていこうじゃないかという話なんだよね、岸田君のことをね。ほんでね、今回ね、この 2% っていうのはですね、実際ちょっと議論が熱くなっておりまして達成できるかもしれません。ただしですね、オパヨがですね、やっぱりね、これ逆襲に来てるんですよ。でね、これね、今回ね、この GDP 比 2% を取り上げたのなんと東京新聞なんですよね。オパヨ新聞、東京新聞、その東京新聞がですね、真正面からですね、 2%素晴らしいって取り上げるわけもなくてですね、これ問題があるぞみたいな感じでですね、また喧嘩を打ち上がったんですよね。だからね、オパヨがですね、どんな感じでこの 2% に対してケチをつけてくるのか、この東京新聞の記事を読めば大体わかりますので、ちょっと読んでいこうか。いきますよ。防衛費増額へ、自民党が GDP 比 2% 案、ウクライナの侵攻受け、まあ、当然だよね、うん、達成であるならば米中に次ぐ規模であると、平和主義の形骸化に気に、あ、来ましたよ、平和主義の形骸化だって。バカじゃない、憲法9条を守っていれば平和だ平和だって言ってればですね、中国とかロシアから国が守れるんだったら俺だってそれ賛成するわ。そんなんじゃ絶対無理だからこんだけ言ってんだっつの。はい。ロシアのですね、ウクライナ侵攻を受けて、政府自民党は防衛費の大幅増を目指していますね。政府がですね、検討する敵基地攻撃能力の保有を視野に、自民党安全保障調査会は現在、GDP 比 1% 程度から 2% に引き上げる案をですね、今後の、論点整理として示したと。2% であるならば、アメリカと中国に次ぐですね、規模になるとね。憲法がですね、掲げる平和主義の理念がですね、一層形骸化すると、専門家は懸念すると。だからですね、何回も言うよ。だったら憲法9条変えちまえっつうだけの話なんだよね。はい。党内でですね、反対する人はいないと。まあ、そりゃそうだろうな。この状況で反対したら、ちょっと異常者ですよね。岸田首相はですね、8日の記者会見で、ウクライナ侵攻を受けた日本の防衛力について、あらゆる選択肢を排除せずに検討して、スピード感を持って抜本的に強化していくと明言をしました。ね。防衛費をめぐってはですね、1976年に三木武夫がですね、1% の枠を超えないとする方針をですね、閣議決定しました。そして86年ですね、中曽根君がですね、撤廃しましたが、結局はですね、この三木さんのですね、この方針閣議決定をですね、に忖度をして 1% 程度でずっと推移してきたんですよね。で、安倍政権になってやっとですね、防衛費の増額が目立ちまして、当初予算でですね、2020年度までで8年続けてですね、過去最大を更新してきました。それでもですね、 1.何%とかその程度なんですよね。本年度当初予算で約5兆4000億円程度でございました。こんな感じでですね、防衛予算というのは徐々にですけどね、めちゃめちゃ徐々にですけれどもですね、ここは増えてきてるという状況ですね。はい。ですね、ストックホルム国際平和研究所によると、20年日本の防衛費は世界第9位でございます。GDP 比 2% はですね、5兆5000億円を上積みして、11兆円ほどにする計算でですね、世界第3位の規模になりますね。だってアメリカだってね、中国とロシアを相手にしなきゃいけないんだから、世界第3位くらいの規模必要だと思いませんか、普通にな。増額分はですね、消費税 2% 分に相当しますと。安全保障、安保調査会の幹部はですね、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、ちょっとコーヒー飲みます。もしですね、中国による台湾有事が数年後に起きて、日本にも危機が迫った時に、何も準備していませんでした、では済まされませんと。いや、あのね、台湾有事よりも先に、ロシアが来る可能性あるからね、本当に。今何にも準備しませんからね。うん。部隊や装備の充実を急がないといけないと強調しました。防衛大臣関係者は、党内で、対 GDP 比 2% 目標に、反対する人はいませんという形で明言しています。まあ、これだけでもですね、やっぱ自民党を支持する価値あるかなって正直思うわ。うん。どうしようかな、俺自民党に入れる気なかったけど、やっぱり自民党に入れようかな。うん。
指揮者、憲法違反が問われてくると、ここなんです。ここからオパイが反撃してくるんですな。政府自民党は増やした防衛費を相手国の軍事拠点をミサイルで叩く、敵基地攻撃能力に活用する予算に使うことも視野に入れると当たり前のことだよね。敵基地攻撃能力の保有はですね、専守防衛を逸脱する恐れが指摘をされるとね。であれば憲法9条変えちゃえばいいんだけどね。はい。自民党はですね、昨年の衆院選で、欧米の軍事同盟、NATO に習ってですね、対 GDP 比 2% を目指すと公約をしました。同党はですね、防衛力強化に関するですね、論点整理を踏まえてですね、月内にも政府にですね、提言を提出します。ね、これ自民党のことだよ。はい、政府はですね、年末に改定する、外交防衛策の長期方針、国家安保戦略とですね、防衛大綱中期防衛力整備計画ですね、これたまに本が出てるやつだよね、にですね、反映をして、防衛力の抜本的な強化に乗り出すとね、政府はですね、防衛白書で他国に脅威を与えるような軍事大国にはならないという方針を掲げておりますと、日本体育大学の清水教授はですね、この本誌の取材にですね、日本はすでに軍事大国だが、GDP 比 2% まで増やすようであるならば、自衛隊を軍隊ではないという主張はですね、ますます成り立たなくなり、憲法違反が問われてくると指摘をしました。であるならば、憲法9条を変えちまおうぜ。もうすぐにでも変えちまっていいんじゃないの？はい。ロシア侵攻から学ぶべきはですね、中国を含むアジア地域で安全保障の枠組みを作ることで、防衛費を増やすことではないと話すという感じでですね、こうやってですね、これね、憲法9条側には反するじゃないか、防衛費 2% はまだ早いみたいなアホみたいなことを言ってくるわけなんですけれども、はい、もうロシアがですね、こうやってね、喧嘩を打ってきてる状況なわけでございますよ。防衛費 2% で足りるかどうかもわかりませんよ。この状況でですね、ちゃんと喧嘩を打ってくれた岸田君、なあ、喧嘩を売るんであれば準備をしろ。な、準備なしで突っ込んでいったらですね、自衛隊の方々と北海道の国民が犠牲になるだけだよ。分かってるな、岸田君。ということでですね、何やらですね、このロシアの外交官追放者っていうだけでですね、岸田君すごいパチパチとか言うですね、アホなインフルエンサーがですね、何人かいらっしゃいました。まあ、アホとか言ったら申し訳ないんだけどね、ちょっとムカついちゃったからさ、俺ね。この状況だけをですね、これね、防衛費を上げずにですね、ロシアに喧嘩を売るということは、北海道の自衛官らに死ねって言うのと一緒でございますから、これね、防衛費 2%、何としても達成してもらいましょう。達成できたら岸田君認めるわ。達成できなかったら、もう空手で、無策でロシアに喧嘩を売った世紀の大バカ野郎として俺は動画を作る気でいるからね、頼むよ。ということで熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。